コードトーカーだった、ナバホ族と勘断する在アメリカ、合衆国防衛駐在官、陸上保、納め府中2010年2月19日撮影防衛駐在官は、在外公館において、軍事や安全保障に関する情報収集や交流、等を任務とする日本の外交官外務大臣及び、在外公館庁の指揮監督下に置かれるが、防衛省からの派遣人員であり、 自衛官の身分を合わせ持つ。戦前の日本の旧陸軍、海軍及び各国の駐在部官に該当する。英語では、駐在部官がミリタリーアタシェイなのに対して、防衛駐在官はディフェンスアタシェイとされる。戦前の駐在部官制度は、第二次世界大戦における日本の敗北による連合国軍占領下での陸軍、海軍の解体に伴い廃止となった。 現在の防衛駐在官制度は、防衛庁自衛隊発足に伴い、1954年より開始されたものであり、陸海空の自衛隊より自衛官が派遣されている。この際、外務公務員法第6条及び、外務職員の公の名称に関する奨励第3条により、在外交館に勤務し、主として、 防衛に関する事務に従事する職員を防衛駐在官と呼称している。主な任務は派遣先における政府、国防関係者との接触による情報収集や家族ぐるみも含めた各国部官団との交流による情報交換である。また、他国の駐在部官と同様に着任に最子アグレマンが必要である。自衛官としての身分も有するため、 自衛官の階級を故障するほか、制服の着用を行う。また、防衛駐在官用の職所の着用や、礼装時には、儀礼等の着用も行う。なお、防衛駐在官経験者には防衛記念賞が授与される。外務省と陸海軍の多重外交状態となることが多かった、戦前の反省から外交一元化のため、防衛駐在官について、象徴官覚書として、 他の在外交換勤務者より強い制約を明記しており、防衛庁との直接連絡を行わないことも規定されていた。その後、防衛駐在官制度が十分に確立され、弊害が生じる恐れが少なくなったこと、日本国外における自衛隊の任務が増大してきたことに鑑みて、覚書を改定し、防衛駐在官に関する覚書が締結された。新覚書では、 旧覚書と同様に防衛駐在官の階級故障、制服着用権を定め、また外務大臣等からの指揮監督についても他の在外交換勤務者と同様にの文言が入り、確認的な表現となっている。防衛駐在官の本国への連絡通信については、なお外務省経由のものとなるが、旧覚書にはなかったものとして、 防衛駐在官の防衛情報を外務省が防衛省に自動的かつ確実に伝達する協約が入った。なお、この際に防衛駐在官の対外的故障を一等初期官県防衛駐在官ではなく、防衛駐在官、一等陸佐とできるように運用が改められた。なお、防衛省からの国外派遣人員には防衛駐在官以外にも、 連絡士官や防衛省出身のシビルアタシシェ、在外交換警備対策官、留学生等もある。派遣先はアメリカ合衆国が最初であったが、徐々に増加し、1979年には22カ国、1989年には30カ国となっている。2004年1月1日時点では、34大使館に政府代表部に47名、 2013年1月1日時点では38カ所の在外交換に49名が派遣されていた。3自衛隊からそれぞれ派遣者があるのは、米国6名、インド、大韓民国、中華人民共和国、オーストラリア、ロシアで、他の国には関係の深い自衛隊から派遣されることが多い。国際儀礼にならい、通常は一差が防衛中在官に捕食されるが、 米国主席防衛駐在官は、商保が指定される。また、外務省職員としての地位は派遣国によって異なり、一差の場合、3時間または一等所期間となる。2013年に発生したアルジェリア人質事件への対応の検証から、情報収集を強化するため、アフリカ地域をはじめとして、防衛駐在官の増員が検討されている。アフリカ地域では、アルジェリア、 南アフリカ、ナイジェリア等、これまでの2カ国から9カ国に派遣国を増やすことが計画されている。また、平成27年度防衛省、概算予算請求においては、ポーランド、ウクライナ、オーストラリアへの増員が記載されている。2020年9月1日時点では、70名が46大使館に政府代表部に派遣されている。 令和2年9月1日時点83大使館、6代表部70名。ありがとうございます。